はいはい、皆さんこんにちは、りなじょーです。いつもたくさんのコメントやグッドボタンとありがとうございます。はい、本日は天神今泉の方にやってきております。今日は天ぷら屋さん行ってみましょう。予約必須、飲める天ぷら屋さん、天ぷらの長岡。住所は今泉っちゃけど、薬院大通駅から徒歩5分。みんなも今回地下鉄でやってきました。メニューはこんな感じ。揚げたてサクサクの天ぷら、好きな天ぷらのネタを一つから注文することができます。名物はレモンサワーと天ぷらのお店って書いてあったっちゃけど、ここね、日本酒が飲めるっちゃん。ということで本日はレモンサワーではなく、リナは日本酒をいただきたいと思います。辛口、上機嫌。読み方圧倒的な感じ。読めてますか？あとね、お箸置きがお寿司になっとってめっちゃ可愛かった。そしてなんとこちらはお通し、ウニプリン。お通しはこれってめっちゃ最高じゃない？もう可愛すぎるし、美味しそうすぎるし、最高です。茶碗蒸しの上にウニとイクラを乗せた贅沢なお通し、ウニプリン。みんなウニとイクラってめちゃくちゃ大好きやけんさ、幸せでした。まず注文したのはこちら、トリュフのポテサラ880円。こうやって目の前でね、たっぷりトリュフをかけてくれるっちゃん。トリュフの香りがふわーって、もうなんていうと、ふわーって感じ。すごいね、トリュフの香り。全然説明になってない。さあ、いよいよ天ぷらの出番です。ネタをね、一つ一つ選べるけん好きなものを頼んだっちゃけど、こちらはカマンベールチーズ280円。蜂蜜みたいなのがかかっとって、ほんのり甘くて美味しかったです。そして見てこれ、見た目からして最高、和牛の天ぷら680円。これがね、人気ナンバーワンって書いてあったけん、もちろん頼みました。外はサクッと、中はジューシーで柔らかくて美味しかったです。カウンターにお塩が3種類くらいあって、お肉も3つやけん、全部違うお味で楽しめました。リナの大好きなエビの天ぷらもいただきました。250円です。なんかね、ここ変わり種の天ぷらもいろいろあって面白いメニューやった。スイカとか桃とかのフルーツの天ぷらもあると。あとね、これ人参ちゃけど甘くてめっちゃ美味しかった。店員さんがおすすめしてくれたこの人参の天ぷらもぜひ食べてみてください。何よりね、日本酒と天ぷら一緒に飲みながら食べれるのが最高でした。ごちそうさまでした。はい、ということで本日は天神今泉にある天ぷらの長岡ご案内いたしましたが、いかがだったでしょうか。カジュアルに飲める天ぷら居酒屋がコンセプトということで、全席カウンター席になっとっちゃけど、フラッと入るというよりかは予約をして行かれた方がいいと思います。今回リナたち以外ね、ほぼ外国の方やったお客さんが、まあ揚げたてで一個ずつ出てくる天ぷらって福岡ならではっていう感じでもあるけん、気になった方、福岡旅行に来た方はぜひ行ってみてください。それではみんなまた会おう。バイバーイ、りなじょーでした。